はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は旭川にある寿司の人気店についてです。皆さん、握りとちらしどちらがお好きですか？私はどちらも好きなんですが、握りを食べることが多いです。ただチラシが名物のお店では、チラシや海鮮丼を食べています。こちらのお店のチラシは、普通盛りでもシャリがイチゴサイズで、かつネタの量も多く、そして味も良いとのことで、とても人気があるお店です。そんな旭川市にある寿司店、三つ本を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。こちらの場所は、JR 旭川駅から約3キロ、車で10分くらいの場所にあります。駐車場はお店の前に4台あります。営業時間は12時から14時、17時から21時です。ただ寿司飯がなくなり次第閉店してしまいますし、コロナなどの影響で変更している場合があります。定休日は月曜日です。お店の中の様子です。カウンター席と座敷がありました。ネタケースを紹介していきます。タコ、ホタテ、ボタンエビ、甘エビ、サーモン、マグロ、カツノコ、ウニ、イクラなどたくさんのネタがありました。お寿司のメニューです。握り、チラシ、のり巻きなどたくさんのメニューがありました。右のページにはメニューごとのネタの詳細が記載していましたので、親切だと思いました。こちらの名物のチラシは、普通サイズでもシャリが1合あるそうです。中盛りはシャリの量が普通盛りの 1.5 倍、大盛りは2倍ですので、大食いの方は増量していただければと思います。 YouTube 動画的には大盛りで注文したかったのですが、私は食べる自信がありませんでしたので、今回は上生チラシ普通盛りを注文しました。お寿司以外のメニューでは、お刺身やアラカルト料理、天丼などの丼物、定食、揚げ物など様々なメニューがありました。ドリンクメニューです。ビール、日本酒、焼酎、サワー、ソフトドリンクなどのメニューがありました。黄色の枠で囲んだ日本酒は、旭川の酒造会社のお酒ですので、ぜひ飲んでもらいたいです。私が今回注文しました上生ちらし普通盛り、税込み2530円です。普通サイズでもシャリとネタの量の大きさがわかると思います。ネタはウニ、ボタンエビ、ヒラメ、タイ、ズワイガニ、イクラ、ホタテ、サーモン、マグロなどです。このマグロは最初中トロかと思いましたが、赤身だそうです。このマグロは回転寿司では絶対食べれないと思いました。また北海道産のホタテやボタンエビはすごく甘かったです。それ以外のネタも食べ応えがあり、シャリが1合ありましたが、美味しかったので全部食べてしまいました。こちらの握りやチラシはテイクアウトできます。消費税が 8% ですので、黄色の値段になりますが、プラス容器代が加わります。このお店は人気店で、なかなか店内では食べれませんので、確実に食べたい方はぜひ事前に電話で注文していただければと思います。支払いですが、クレジットカードは使えず現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道旭川市にあります寿司の人気店三つ本は、旭川でデカ盛りチラシを食べることができるお店です。旭川で美味しいデカ盛りチラシが食べたいと思った際に、ぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。平日夜が狙い目だ。